タル AAO チームクリスタルが日曜ゴールデンタイムにも参上。ワクワクドキドキが止まらない大人たちはいかが？誰かのために何ができるのか。できることはたくさんあるはず。何ができるかじゃなくて今できることを考えたらいい。一人でできないことはみんなでやろう。その通りですよ。クリスタルの王家に福岡に日々奮闘中でございます。この指とまれ、いつでもどうぞ。あなたが欲しい花一もめ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 。なんかだいぶ暗くなってきてるんですけどこれね、なんかさっき落ちてきたような気がする。え、本当ですか？違うかな。いやー、薄いだったかな。ちょっとあそこ判断が難しい時あるよね。風が強いとね。そう、雨がしだと思う時あるよね。天気予報的には雨じゃないよね。今日もなかったと思いますよね。じゃあ噴水だ。ないといいんですけど。ライブが終わって、お疲れ様でした。気分が良かったのでバッサリ切ってきました。お似合いです。やっぱりショート似合いますよね。なんかね、すごくほっとする。人が切ってんの見るとみんな切りたくなるよね。2人だけちょっと切りたい。あ、そう、どうぞ。夏ですしね。いや本当に。うちの最近、まっすぐストレート似合うよね。あ、本当ですか？好きだけど私は。あ、そう、そうそう、ライブね。はい。お疲れ様でした。もう行ってびっくりしちゃった。あれ？これも私とビッチーナがやって、そっちのことも私とビッチーナがやって、あ、そっちもあっちもこっちも、あら、私とビッチーナだけがやるんだったと思って。今回ね、びっくりしちゃった。スタッフがいるよねっていうの忘れてたんだよね。忘れてたね。忘れてた。あ、これ誰がいるんだ。あ、私だ。準備は誰がするんだっけ。たまたまちょっと早めに遊びに来てくれた人たちみんな手伝われたよね。本当にね。ごめんなさいとか思いながら。助かるとか言う。ありがたい皆さんのそういうお力添えによって支えられて、ね、男手がいないことに気がついたんだよね。そうなんですよ。用意したのは全部女子ばっかりですよね。次回ね、ちゃんとスタッフを。当日気づくってすごいよね。さっきも楽屋で話してたんですけど、そういうの多いんですよね最近。なんだろうね、なんか大丈夫な感じがしちゃうんだよね。でも結局大丈夫だったのね。だから懲りないんだよ。そう懲りないんですよ。なんとかしちゃうからね。ちょっと痛手を見た方がいいんじゃないですか。でも相当喋りかけんじゃないっていうオーラはすごい、ね、出しましたね。もう思いっきり出しました。あー、みちーな、みちーな、ほら、何々さん来たよ。なんすかってね。うるさいとか言いながら。後にしてた。本当に。いや、ちょっとお詫びしておきました、皆さん。大変申し訳ありません。やりきったね。はい。よかったですね。たくさん、本当にたくさんの方に、本当、ご参加いただいて、参加できなかった方もね、応援してくださって。コメントたくさんくれてね。後から嬉しいがいっぱい届いたりね。そうですね。よかったわ。準備の時ってすごく大変なんだけど、やっぱり終わるとやってよかったね。でもね、いろいろちまちまって。あっ、おお、大きくなった。ってことはキリンさん、そろそろ時間ですよ、おかみさんっていうことですね。どういうこと？脅かしにかかる。新しい技を覚えたね。びっくりしちゃった。大きな音になっちゃった。思わず見ちゃった。今やこの番組はチームクリスタルの新たな応援スタイルを皆様にお届けしてますよ。どこからでも何度でもできることで参加できます。クリスタル AAO のスタートです。そうだ、ミッチーナさん最高。ミッチーナさんこの番組はね、ま、日色カフェへようこそ。とっておきのあなたのカフェ時間、好きな曲を聴きますか？行き交う人たちを眺めながら自分に戻る時間がそこにはあるかもしれませんね。忙しさの中で忘れてしまいそうな日常の中にある優しい出来事や言えなかった思い、気づけなかった真実に触れる場所、そんな虹色カフェから素敵な時間のおすすめ。記念日、虹色カフェ10周年の記念日の準備をしていた。この10年を振り返ってみた。何にもわからないけどやる気満々だった。まあ次から次へと問題が見えてくる。しばらくしたら足らないことだらけが明らかになって、
途方に暮れる毎日、自分の中にある情熱だけで突っ走っているんですから、今から思えば周りの人たちには何も伝わっていなかったんだと思う。強すぎる思いは少し迷惑な話だったのかも。一方でお店の内装や宣伝のチラシはできてくる。後戻りなんかはできない。バイトさんなんかまだ雇えないから、やってもやっても終わらない準備に明け暮れていた時も、いかにか友人たちの交代で手伝ってくれた。一日が終われば反省ばかり。明日までにやらなければならないことがどんどん溜まっていく。誰かが代わりにできないことだらけ。でもそう思っていたのは私だけ。背伸びもしていたし、見えていないことがいっぱい。そんな毎日の繰り返しの中で、できなかったことがスイスイできるようになって、もっといい考え、もっと効率よくだったり、お客様は何が嬉しいんだろうと考えるようになって、そのことが当たり前になった頃、やっと常連さんが通ってくれるようになって、雑誌の取材が入ったり、少しずつ少しずつ安定していきました。10周年を祝い、常連さんと新しいお客様が喜んでくれること、思いついたことは全部やろうと決めて、そこからは3日間、いつ寝たんだか覚えていない。でも喜んでくれる顔を想像しながらの準備は、何時間でも作業ができました。続けてきてよかった。分かろうとしてくれてありがとう。時には厳しいアドバイス、そこから生まれたのが虹色カフェ。今どこにも存在しなかった自分がいる。ありがとうの気持ちは恩返しに続きます。忙しいは幸せの形になりました。まいりましょう。まずの1番手。はい、ボイスメンタルカウンセラーの島田浩介です。はい、島田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日もいい声で何をお届けしましょうか。今日ずいぶん遠くから、ね、駆けつけてくださってありがとうございます。はい、週末にですね、ちょっと高知で、合唱講習会があったので、はい、行って歌ってきたの。はい、歌いながら教えてきました。あ、今日はそんな話。はい、それの話じゃなくてですね、うん、全然違う話。ただ違う。ずわんね。しようと思うんですけども、はい、まあ、就活生の、ちょっと話題をですね、ちょっと話したいなというふうに思ってまして、うん、就活生、就職活動中の学生のこと。そうですね、はい、就職活動の時にどうしても面接っていうのがあって、うん、で私も結構大学生とか、教えたりもしてるんですけども、個別で、うん、でその時にやっぱりこう最初から、自信がない、うん、で面接こう普段話す時はとてもいい状態で話せるんだけど、それ以外になるとこう緊張しちゃうとかっていうのがあるんですけど、でもボイストレーニングをすることによって、だんだんとですね、いつでもどこでも同じ状態で自分が話せるようになるっていうのがあるんですよ。なのでですね、やっぱりこう呼吸が一番大事なんですけど、それをちょっとちゃんとですね、やれるようになると、いつでもどこでも、緊張しないで話せるようになるよっていうのが、あるっていうのがですね、あります。就活生ってさ、まあ、いろんな企業の、ね、担当者の人に会いに行くわけだけど、その時その時が勝負だからね。はい、ね、だからやっぱりその集中力が必要だったりさ、まあ、自己演出も含めてだけどね、はい、やっぱり大事だもんね。そうですね、はい、
あとはまあ職種とかによってもですね、うんうん、やっぱりあの通る声の人の方が受かりやすいと思うんですね、うん、どんな職業が、ですね、私があの、うん、教えている人の中で、CA あのを目指している人たちがいるんですけども、うん、そういった人とかはやっぱりこう常に笑顔で、うん、あのどこでも話せるように口角を上げて意識して話しましょうねとか、うん、いうだけでもやっぱりこう声のトーンが少し高くなって、うん、あの相手に聞きやすくなる声になるとなるので、やっぱりこう歌う時もそうなんですけど、やっぱりこの口角を上げて意識してやるっていうのはすごく大事なことかなって思うんですよ、ね、確かに CA の方ってみんな本当にいつも余裕があってさ、笑顔でさ、慌てないしね、もう安心感あるもんね、お話ししてるとね。そうですね、だからトレーニングの賜物だったりもするんだ。だってこう、ね、どんな時でもこう笑顔でこう周りのことをね、うん、冷静に見れるっていうぐらいの、ね、気持ちじゃないと、多分何かあった時にね、そうだよね、うん、冷静な対応っていうか、そういうのができないのかなと思って、うんうん、そうだわ、だってあんなにたくさんの人もね、命をお預かりして、みんな飛行機なんて空飛んでるわけだもんね、うん、そうですね、はい、あとはあの営業をやる人とかも、うん、やっぱりこう、元気があった方がやっぱりいいっていうのがあるんですよね。そうだよね、まあ、どんなに勉強ができてもあのボソ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 ですね、こう喋ったりしていると、うん、やっぱりこうあの大丈夫かなみたいな感じの印象になってしまって、とてもこう残念な、うん、結果になってしまうと思うので、うん、やっぱりこうそういうところをですね、少しこうトレーニングすることによって、うん、あの安定した気持ちで声が出せるようになるというふうになれば、うん、もういつでもどこでも、うん、本当にこういい状態になるんじゃないかなって僕は思うんですよね。島田さんやっぱりよくいつもいつでもどこでも平常心ってね、よく言われるけど、やっぱり基本なんだね、そこがね。そうですね、うんうん、まあ、やっぱりこう僕は、まあ、合唱指導してるのが結構週末多いですけども、うん、その時もやっぱりこうコンクールで一番いいパフォーマンス出すためには、うん、やっぱり平常心が一番大事だよって言ってるので、うん、深く鼻でちゃんと息を吸って、うん、で、口から声を出すという、うん、この腹式呼吸の基本的なこう、ね、鼻呼吸をするっていうのが、うん、やっぱりちゃんとできてれば、うん、まあそんな緊張することもないのかなとは思うんですよね、うん、考え方っていうか見方を変えるとさ、そういうところを少し自分で工夫をすると今まで突破できなかったハードルが超えられたりとか、うん、新しい分野にチャレンジができたりとかの可能性があるってことだよね。そうですね、いいね、はい、ぜひそんなみんなの皆さんの夢を応援してあげてほしいと思いますよ、はい、あちこちね全国飛び回っても大変ですけどね体を大切に、はい、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、また指示もお届けしてください、はい、ありがとうございました、はい、ボイスメンタル、メンタルボイストレーナー、はい、島田さんでした。そうよね、声の印象ってすごく大事ですよね。でも職業からやっぱりそういう要素がねすごく重要な職業もあるということで、今言われてみると確かにそうですって思ったら、興味ある方ぜひ検索してみてくださいね。はい、では次の講師のじさんです。はい、資金繰り事業再生の専門家どうちゃんです。どうなんだ。まあ、ちょっとあのいろいろありまして、あの私服で、ということで、いやいや、どうちゃんがいいかなと思って。ぴったり、どうちゃんぴったり。こういうファッションもとてもお似合いです。ああの一応サーフィンが趣味ということで、こんな感じしてみましたというか、まあ、いつもこんな感じです。でも中身はどうちゃんですね。はい。はい、よろしくお願いします。若干今日こんなキャラクターなんで、説得力のある話ができるか心配です。大丈夫。中身はどうちゃんだからね、はい、大丈夫。今日はですね、あのどうやって決めればいいですかっていうことをやっぱりよくあのお客様から私聞かれたりしますんで、うん、まあ、改めてちょっとまとめてみたんですね。でそれをあのその決め方というかですね、うんうん、あの物事に対するですね、あ、全般的に、そうですね、はいはい、まあ、それをちょっと皆さんにシェアできればなというふうに思うんです。であの我々 の, あのお客様ってやっぱり本当決められないっていう方も結構多いんですよ。ずっとそういう話もしてきたね。そうなんです。タイミングを意識してさ、そうなんです、そうなんです、今でしょって言うんだけどなかなか
まあですね、やっぱこう営業がこう言ってる、経理がこう言ってる、まあ、両方正しいようでやっぱ決められないとか、まあ、初めて取り組むことだから分かんないです、先生決めてもらえませんかと、やっぱこんなことって結構よく言われるんですよ。で、まあ、それもしょうがないと思うんですよ。こう事業再生の場面って本当にこう難しい決断を迫られることが多くあると思うんですよね、まあ、その最たる例がやっぱりそれこそリストラしなきゃいけないかどうかとか、ね、重いわ、やっぱまあ、事業部もそのまま切らなきゃいけない、商品生産やめなきゃいけない、人を切らなきゃいけない、もうどれ取ってみてもやっぱりすごい難しい話になると思うんですよ ね、 そうね。でこれ難しいっていうのもやっぱりこう必ずしも正解がないっていうことだと思うんですよ、うんうん、そうか、こうしたら絶対大丈夫とかってないもんね。そうです、そうです、ないです。しかもですね、一回決めちゃったらもう後戻りできないケースが本当に多いと思うんですよね。やっぱやーべたとか言えないですよね、まあ、決めちゃったら。そうだね、だからプレッシャーも大きいし、なかなか決められない。まあでも事業再生の場面でそういう風にしてったら会社潰れちゃうわけですよね。そう存続できないなんですね、まあ、ということもやはりあるので、まあ、じゃあどうやってですね決めていくべきなのかっていうのをちょっと私なりに整理してみましたんで、これをちょっとシェアさせていただきたいなと思うんですけれど、はい、でまずですね、決められない方の特徴を整理してみたんですけど、うん、客観的な数字で、きちんとこう分析できてない方がすごく多いんですよ。あ、今なんかどうだった？手が上がったよ。やっぱりですね、曖昧なんですよね。多分こうじゃないか。曖昧にしときたいとこもあるのよ。ですね。見たくないとか。それも多分あるんだろうなと。で、それからその選択肢を取った場合にメリットとデメリットもやっぱり整理されてないんです。これも多分こうだとかああだとか言ってるんですけど、まあ、絶対的にやっぱ書いた方が間違いなくきちんと整理されて明確になると思うんですけれど、そうなってないんですよね。でこういうことを踏まえて3段階でですね、決めるためのプロセスをちょっと私整理してみたんですけれど、まず1つ目っていうのはやっぱり現状を客観的に分析して選択肢ごとの優劣ですよね。これをやっぱりまず明確にするということじゃないかなと思うんですよね。厳しい目でね。そうですよね。で実現可能性をこれでまず可視化する、うん、ということだと思うんです、うん、で続いて、うん、その上でですけど2番目、はい、自分たちにできるかできないかこれ判断するということですよね、うん、で選択肢がいくつもあると思うんですけど、それをこの段階で大体振り落としていくということが、うん、していけるはずなんですよ、優劣が明確になっていれば、うん、なるほどね、はい、でその上で最後はやるかやらないかを決断すると、うんいうことですよね。材料が揃うわけだからね。そういうことですね、うん、で我々やっぱり事業再生の場面でどうやって決めてるかって改めてこう振り返ってみると、うん、お客様にもこういうような話をさせていただいて最後の決断を流していくっていうのが、まあ、一つの仕事なので、うん、まあ、こんなことをさせていただいてるんだなっていうのをちょっと改めて思ったと。そうですね、はい、やっぱり決めるってさ一大事だからさですね。もうその時に同社みたいな人がそばにいてさ、はい、頑張りましょうって大丈夫です、進みましょうってやっぱりなんかポッと押してくれることが ねとっても心強いよね、はい、まあ、そういうことはやっぱりやっていくべきなのかなっていうのも思いますよね。でお茶の仕事ってさ、はい、深いよね。まあそうですね、まあ本当にこう人間の奥深くにどんと入っていかなきゃいけないっていうのがよくあるんで、もう私自身も本当にたまに振り返るとドラマばっかりだなこれみたいなんですね。すごく深いところで本当に関わっていくですね、お仕事だもんね。はい、まあ、ちょっとお話を最後まとめていきたいなと思うんですけれど、今悩んでることがきちんとやっぱり分析をされていて、まあ、判断した上でですね決められているかということをいっぱい振り返ってみていただきたいなと思うんです。でその分析だとか判断するための材料を得ようと思ったら、これは社内だけじゃないと思うんですよ。社外からもやっぱり集めて情報ですね、その上できちんと決めていけば、もしかしたら今よりもいい決断がきちんとできるかもしれないと思いますので、まあ、これはもういろんな方々にいろいろ聞いてみると、まあ、決められないっていうんじゃと困りますけれど、やっぱその上でやっていければより良い決断ができるんじゃないかなと思いますね。素晴らしいお話を今日もありがとう。どうでもこんなキャラでございますか。いやいやいや、格好はカジュアルだけどね。お話は素晴らしい、本当に。ありがとうございます。そこかで心強いと思った人もいらっしゃるでしょう。それを願って今日も、はい、帰りたいと思います。はい、そうですね。ぜひ検索してくださいね。はい、道に家と書いて、道家健康一番で健一。ご興味ある方はぜひ、道家健一で検索してみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。道家さんでした。どうちゃんだと出てこないと思います。
はい、聞き道でね、検索してくださいね。いや、学ぶわ、本当にね。さあ、それでは次のコンシェルジュさんです。はい、こんばんは。NPO 法人のスポーツコミュニケーション森谷智之です。ジュニアスポーツ応援隊ですね。はい、はい、まあスペシャルライブも応援隊長だったんですが、うん、ありがとうございました。まあ、楽しかったですね。はい、Go to the River は絶賛発売中でございます。はい、ぜひぜひ。そうね、はい、今日はまたそうですね、コーチ帰りです。はい、今日は現場帰りです、うん、はい、ね、で、もう本当に今日思ったことなんですけどね、はい、日中暑いですよね。すっごく暑かった。めちゃくちゃ暑いですよね、うん、でもね、日が陰るとね、すごい寒いです。そうなんです。なんでしょうね、この今の時期の気候はね。で、さっきちょっと島田さんと、うん、前室で話した時に、高知は日中も夕方も暑かったんです、うん、そうなんだ。なんかちょっと気候がね、すごく難しくて、で、今日ちょうど、まあ、お昼ぐらいから、うん、試合だったんですけど、うん、まあ、4時、5時ぐらいまでですよね。そうすると、学校のグラウンドで校舎が結構日陰ができたりするんですよ、建物とかで、うんうん、で木も結構あるので、うん、意外と寒いんですよ。で、こういう時のやっぱり健康管理ってすごく大変だと思うんですね、うんうん、子供って暑がりですから、基本的にもう半袖でバーッと行っちゃうと思うんですよ、うん、でも、帰りに寒い。あ、そうだね。で、特にコーチの長い話を聞くのも寒い。短くして、うん、そうそう、そうするとやっぱりその間に冷えて風邪をひきやすくなるので、ここはちょっと一声、うん、いつもはね、考えさせてくださいって言うんですけど、体調崩したら元も子もないので、うん、ちょっと夕方肌寒い時がまだありますから、うん、ちょっと1枚、持ってったらって言って、あとは判断任せるっていうのが一番かなと思うんですよ、うん、なるほどね。今日は、まあ、試合ですから、当然キーパー、僕サッカーですからね、はい、キーパーいいんですけど、キーパーのコントがちょうど日陰だったんですよ。半袖なわけですよ、うん、寒そうだよねって他のコーチと話しながら見てたので、うん、やっぱり試合中もね、うん、そういう動かないポジションの子っていうのが多少出たりするので、うん、なるほどね。まあ、野球なんかの場合はアンダー着たりとかね、うん、今の時期でもあるんですけど、うん、だからまあ大丈夫かな。そういう屋外のスポーツで半袖でやっちゃうようなのもちょっと今の時期っていうのは自分も鼻声なんですけど、ね、なんかさ、コーチって仕事っていろんなこと考えてんだね。いろいろ考えてます。そう、私もさ、スポーツマンだったでしょ昔ね、はい、アスリートだったからコーチっていつも怒ってばっかりいる人なんだろうと思ってたんだけど、はい、いろんなことそれで考えて今思い起こせばよ、水を取りなさいとか、はい、なんかそういうことをね言ってくれてた気がする。いろんなことを管理して。本当ですか、水飲んじゃいけないの時代じゃないですか、みたいなさ。ああちょっと今マイナス30分お寺ライブで頑張ったな。暮らしかけんだから。いや、そんなことない。もう私たちの頃はね、結構一生懸命やった学校だったから。じゃあそれはね、先進的です。うん、あ、本当。僕中学生の頃は、うん、まあ、顧問の先生的に公立の学校って、うん、まあ、あ、そうよ、うん、スポーツも専門家の方は少ないですもんね。そうすると、うん、先輩なんですよね、基本的に練習卓球見立てるのが、うん、そうすると水飲みなんです。水飲んじゃダメ。あ、そう、いかに飲むかという技術を身につけました。瓦にいたりとかして、瓦にね、うがいしてみたいな。ねえねえ、そういう先生方向けにそういうことも教えて差し上げたら、今多分ほとんど大丈夫じゃないですか。あ、多分学校側もそういうガイドライン出てると思うんですよ、うん、まあ、職域を学校でやってるぐらいですから。あ、そっかそっか、大丈夫だと思うんですけど。寒いですよとかさ、そういうやつ、それはね、うん、まあ、ちょっとした、まあ、心配りだったり気配りだったりするんだろうけれど、そうですね、なんかやっぱりね、やったことがない人にはなかなか伝わりにくい。それはね、たくさんある感じますね、うん、もう何ていうんですかね、昔ながらのチームの指導者の方っていうのは、うん、ちょっとね、ね、いうところがありますよね。なかなかね、今の時代のね、スタイルに合わないこともあるでしょうからね。まあまあ、ね、そういうのもある程度ね、やっぱりコーチとのコミュニケーション、うん、他のチームとのコーチのコミュニケーションを図りながら、いいね、何かうまくね、変えていけられれば一番いいのかなって思います、ね、大事大事、情報共有とかね。まあ、そんな感じで、まあ、保護者の方にもね、先ほど道枝さんもおっしゃいましたけど、うん、いろいろ考えて保護者の方にも接する、子どもにも接する、他のチームのコーチにも接する、こういうふうにうまく循環 し始めると、うん、そこの例えば地域が変わってくるんです。あ、なるほど、そうかそうか、そう、うん、
あのチームいいよねって雰囲気になっていけば他のチームを真似するかもしれないし、だそういうふうにね、あのコーチが核になってどんどんこうコミュニケーションを図っていくのが一番かなと思いますね。素晴らしいよ。ありがとうございます。そういうクッションぜひね、頑張ります。もうなってるのかな。頑張ります。あと金さんの係でよろしくお願いします。了解しました。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、森谷さんでした。さあ、コンシェルジュさんね、今日も素敵な情報ありがとうございました。